チクイズ。おお、すごい。3人には分からそう。3人には何にも本当に聞かさずに。そうっすね、今日うちに来てもらってびっくりした。今急に言われて来た。昼間散々俺今日みんなをもてなしたのはこのためというか、みんな年何歳だっけ。今26です。全員26で俺36なので、はい、多少敬ってくれてんじゃないのかみたいな。それはそうですね。まあまあさすがに、ね、もちろんもちろん。そうそうそう、本当に簡単な俺のクイズを作ったから、はいはい、俺言ったの、全員絶対全部答えられるよって。もう本当加藤たちの基礎的な部分を今日本当答えてもらって、はい、やっぱみんなすごいね、もう当たり前だよなっつって絆を深めようと。なるほど。でちなみに一番ポイントを獲得した人は、まあ俺がなんかまあ変な金一封でも何でも。金一封。金一封。中身は内緒だけど金一封をじゃあ、はい、一応ねそのご褒美あった方がいいと思うから。はい。そういう加藤たちにまつわるクイズ、はい、3人に答えてもらいます。はい。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと全問正解してもいいですか。お前は俺の放送でネモースって書いてあるからさ。いやそれが本当かどうか分かるからな。しかも超簡単だからね、マジで。ちなみに俺自信めちゃくちゃありますわ。あ、マジで。めちゃくちゃあります。マジで。ちなみにマジであるわ。俺の方があると思う。本当に結構ね、意外と見てない見てない言われますけど、これも証明しますわ。マジで。じゃあ第一問、全部で何問あるの。15問。おー結構ある、ね、おー。俺も知らない、ちなみに。すげえ。うわあ、はい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 、西暦でも西暦お前ら全然知られねえじゃん。パッとパッと、これもう一瞬でしょう。ちょっと待って、そういう系か。そうだよ、こういう系できたか。そうじゃないんだよな、はい、ちょっと待って、確かこれだよな。じゃないとおかしいもんな。いや、俺も一緒、これは秒殺ですよ。ちょっと待って、これ1問目でちょっとっこれ誰でも答えられたみたいな。これはもう、いやだってさ、自分の年齢から逆算するから逆算、まずさ何年か分かるっしょ。まず逆算しますよ、俺36なので、うん、何年か分かるっしょ大体。うわこれなん、あれ、いや俺間違えたらもうこの家いる資格ないですよ。お前自分が自信あるものだけそうやって言うんだから。退場です、退場。なんだよ、やばい。さあもう時間がないよ、5秒前。いいっすよ、4、OK、はい、よし、いきます。せーので、全員でいきますか。はい、せーの、じゃん。はい、はい、班長から言って。1985年8月17日、はい、おはいはいはい、よし、OK。1985年9月10日。まやばいな。85年8月17日。おお、なるほど。じゃ正解発表します。正解こちら、じゃん。1985年8月17日。危ねえ、危ねえ。9月10日って誰これ。誰。いや、マジでここ分からんな。マジで分からん。やば。いや、こういうパーソナリティ系きついわ。パーソナリティ系。でもまあそんなに難しくはない。そうっすね、ちょっと知ってればまあ分かるよね。まあまあ、ここから逆転ですわ。やっぱいつも言ってますから、加藤さん。必要ないっすよ。いいですね。なるほど。吉永君、俺なんか気にしてたけど、あんまり。こっからですよ、待っててくださいよ。まだ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 。第2問。はい。こちら。はい。はい。YouTube チャンネル名、じゅんチャンネル、チャンネル登録者数、これ。何万人。いや、でも俺が分かんねえわこれ。はい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 、俺が分かんねえ、今でしょ。待って、え、俺が分かんねえ。あ、僕分かりました、一瞬で。これちょっとなぁ。え、これ見て、俺も分かんねえ。加藤さん分かんないなら誰も分かんないですよ。もう、え、俺こんぐらいいるの。多分こんぐらいじゃないか。せーのでいこう。はい、せーの、はい。116万。103万。107。俺は114万。うわ、俺が一番違うんじゃない。110万人ぐらいいるはず、俺。はい、チャンネル。チャンネル通す。うわー、じゃあ、オニアが一番違う。俺が一番違うっす。えぇ、107っす。俺、自分のこと多く見積もった。114万ぐらい。マジか。いや、俺は別に参加じゃない。110は超えてんの覚えてたんだけど。いや、さすが繁盛、分かってるね。でも、一番好きなのは僕です。近いのオニアだ。分かってます、分かってます。これはまずい。さあ、じゃあ第3問。
ポイポイ君。はい、勝ちたかったな、今の。ぴったりは難しいね。お、わかりました。アニソンシンガーの大石正義さんと YouTube で行っている公式番組の正式名称を行います。正式名称？うん、正式名称。なるほど。これ、古い方でもいいんですか？最新の方ですか？いやいや、アニソンシンガー両方いきますけど、僕は。これはもちろんですよ。もうね、持ってるの？水曜22時はい、うん、各週放送出たりして、お前、そうだな、こんなことだったら鬼は出てるもん。そう、はい、出すよ。吉田君と繁盛もね、そのうち 、はい、出てるんでいただきたいですね。よし、まあ、これでも正解しなかったらちょっとオファー出せないと。間違いない、そりゃそうだな。はい、OK です。はい、はい、じゃあせーの、いこう。せーの、はい、はい、大石加藤のピザラジオ。はい、吉田君は大石正義と加藤純一のピザラジオ。すごい、お前なんで。すごい、え、お前すごいわ。答えは大石加藤のピザラジオ。正解はこれです。大石加藤のピザラジオ。わあ、ちょっと待って、これ長すぎか、これ。これ長すぎか。すごいぞ。長いんだよ。何もさ、覚え、何も見てないじゃん。しかも絶対タイトルコール毎回してるんで。大石加藤のピザラジオって言ってるじゃん。あ、そうか。大石正義と加藤純一のピザラジオ。絶対言ってねえよ。第4問。いや、俺も結構忘れちゃってるもん。難しいよな。うん。ん？これいつ？これ昨日じゃない？昨日じゃない？すごい。カラオケ配信でスイッチがバンされてしまいました。なぜか答えなさい。これはタイムリーすぎでしょ、これ。すごいタイムリーな。そんなタイムリーな。まあ、確かにこれ知らなかったらもう、いや、もう俺の動向に全く全く興味がないってことだもんね。OK、はい、です、はい、じゃあ3人ともどうぞ、はい、せーの、はい、はい、大石さんの誇張モノマネで判決を出した。ケツを出したから。プリケツかっこ判決を出した。そうですね、正解こちら、じゃん、ケツを出してしまった、はい、まあ、これはこれはすぐに当然、はい、あれこれ実際のシーンもあるのかい。あ、来た、問題のシーン。あーあー、なるほど。ノリノリすぎるでしょ。そんな感じになっちゃったんだね。はい、そうか、モザイクかかる時代なのか、ね、これはさすがにね、ようやく全問正解が出たね。危ねー。なるほど。さあ次は5問目。黒いモザイク。結構いいペースでポンポンポンっていけるな、うん、そんなこんな溜めてるもんじゃないでしょ、はい、あ、はいはいはい。加藤純一の母親の名前を答えた。いやいや、もちろんです。これ分かんないわけがない。しかもこれ漢字ですよね、もちろん。あ、漢字でも漢字で、なんでなんで。ひらがなじゃダメだろこれ。もちろんそうだよな。え、ちょ、ひらがなじゃダメだろ。あ、まあ、ひらがなでもいいよ。そう、漢字じゃなくてもいい、それはさすがに。やっぱその音でね、やっぱ、うんうん、俺結構やっぱ言ってるから、はい、OK、はい、です。はい、OK、 せーの、はい、はい、加藤直子さん。加藤直子さん。加藤直子さん。あ、はい、そう、正解は加藤直子。うん、ありがとうございます。間違いないですね。鬼は漢字まで。あ、もちろんです。お、マジで。俺漢字かけてる。俺かけてる。あったあったあった。ちょ、なんか、なんか俺だけ外れたみたいだね。俺だけ外れたみたいになってるやん。これ間違えたら本当に家出るべきだった。加藤さん、どんどん親の名前間違えたら。先輩のお母さんの名前みんな知ってんの異常だ。正直知ってる方がすごいんだ。じゃあ続きまして、第何問目だ。7問目。はい、はい、あ、俺、何これ、俺、これ俺ら、このメンバーの中で加藤純一が一番真面目だと思ってる人物を答えなさい。なるほど。こんな余裕だわ。俺のってことだよね、はい、今、はい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 、なるほど。うわ、でも結構今ね、ヨシキ君外してますから。いやいやいや、 これはね、もうなんかあれじゃん、わかるじゃん、すぐ。まあまあ、これでも正直ね、あれ、難しいというか。これはもう1個ですね。それはね、あんま聞いたことねえな。これよくこれ、ね、加藤さんおっしゃってるんで。感情的な部分だもん。あ、そうなんだ。もうプライベートの加藤さんがおっしゃってるんで。へえ。いや、これはあえて俺あれを書くわ。もうこれ一択。はい、じゃあせーのでいきますか。はい、はい、せーの、はい、俺、吉田間、鬼や。誰これ。まだ自分が大好きだけてるでしょ。そりゃそうでしょ。俺に決まってんだろこれ。いや、俺が一番常識人だし。これね、マジでね、本当にもう二人でめっちゃ並んだ、ほぼ同着。でも、うん、正解は
吉田真君。ほら、そうじゃん。さすがにそうじゃん、これ。正直、繁盛と吉田真君、ほぼ同着。お前、抜かれてる。うまじゃん。さっきさ、俺と飯食った時、俺は真面目でやったじゃん。いや、でも、どっちかって言われたら、まだちょっと吉田真君の方が、まあ、そうですよ。お前の方があれだ。常識人だから。オニアはちなみに、ロンズルに値してないから。マジで。オニアを信じてるって、加藤さん。一番信じてねえよ、お前。続いて、じゃあ、第7問目。はい。真面目か、本当に。真面目だろ、俺は。はい。俺もどんな問題か分かんない。第2回加藤純一ペヤング選手権、うん、やってたね。うんうん、うん、見たよ。あ、最後に言ったセリフとか。はいはいはい。あ、ほらこれ分かるわ、分かる、俺これ分かるわ、分かるわ、俺分かるわ、俺。え、結構長くないですかこれ。でもハンさん見てました、ちゃんと。見てたけど、なんだっけ、こういう問題待ってた。これこれ誕生日とか分からんって。おい、ふざけんなよ。ダメだよ。オッケー、じゃあ、はい、はい、オッケーっす。せーのでいきましょうか。はい、いきます、せーの。はい、はいはい、お前ら絶対真似すんなよ。お前ら絶対真似すんなよ。配信つけば何でもできるんだよ。いや、それ違う。いや、それね、多分ね、違うよ。それはまだ別の、うん、別のやつだ。これ俺それ言ってる記憶ある。俺これこれこれ、うん、じゃあ、正解はじゃあこれで聞こう。はい、正解は、いや、絶対これ目に入ってね。はいはいはい。俺は抜く部分が狭すぎます。その前から、その前から抜かないと。ほら、切ったんだから。その前から抜かないと、これ。お前らは真似すんじゃねえぞ、ほら。それはもう前提の話なんですか。やっぱあいつがもうできるんだよって、この熱いことを言ってこれがあったってだけで。本人が言ってたから認めろよ、お前。本人が言ってんだから。本人が言ってる。これ問題にちょっとあるんじゃないですか、これ今。無茶言うな。もうこれですよ、今この配信で一番良かったし。第8問。はい。はい。俺もわかんねえからな、問題。うん。操作難しくて、なんだよ。俺、問題が難しい、これ。はい、もう。あー、これはわかる、これはわかる。いや、加藤純一が一番可愛いと思ってる人物が。ありがとうございました。いや、これね、見たくなんだよね。いや、もう俺はこれ一択だ、正直。もう完全一択だ。一択だ。いや、俺これ当てにくは悪いけど。いいよ。OK。はい、いきます。せーの、はい、吉生、繁盛、王にらち、鬼や。お前がないんだよ、こっち、もう二択なんだよ。俺しかいないんだよ、二択なんだよ、これ、鬼や。絶対これ、鬼やです。無理だよ。100%、鬼やです。これはね、ちょっとね、100% です。じゃあ、いくよ。一番可愛いと思ってるのは、うん、繁盛。よし、これはちょっと、マジっすか、おもちゃん。これは悔しいけどね、俺分かってんね、よく。そう、繁盛、あ、じゃあ可愛いって、なんかその人としての、そう、もちろん、うんうん、それはみんな3人とも同じなんだけど、なんか繁盛、不器用だから、そういう可愛さ、あ、そういう可愛さ、そうそうそう、ビリヤード血だらけになるみたいな。そうそうそう、そういうことですか。なんか、その不器用なところが可愛さ、ちょっと、そういうの持ってたんですね。あと、やっぱなんかね、ちょっと生意気なところがいいんだよね。あ、確かに、うん、そうそうそう。本当ですか。いや、お前マジで可愛くないですか。お前一番可愛くないって。俺が一番あなたにローンしてるんだよ。一番それほどちゃんと点数をね。でもお前はほんと嫌われてんだな。こい、次の問題。ちょっと続きまして第9問。はい、9問目。分かった、もう分かるな、モノマネか。いや、これはちょっと簡単すぎるな。 OK、 じゃあ、はい、せーの、みやこさん、みやこさん、みやこさんのベース。おお、正解は、みやこさん。はい、まあ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 、さすがに、さすがに。そうだよね。だってね、俺のこと知らない人が見てもみやこさんって分かるもん。ほぼ同一人物だから。続きまして、第10問目。はい、10問目。10か、もうちょっと難しくなってきたぞ、でも。うんうん、若干後半はちょっとだけね、難易度上がってるかも。上記のにある動画シリーズのサムネで再生回数が少ない順位じゃないか。なるほど、少ない順位だよ。はいはい、こんなん無理だよ。これ難しいね。これ俺一緒に分かりますね、これ。ほんとかよ。なんなら数字まで全部書ける。全部嘘だもん。いや、お前だけ数字書け。お前だけ再生数書けよ。それはマジでやばい。なんでこの高校入試みたいな問題なの。何これ、マジで。これはちょっと難しいね。これはあの当てた分だけ勝てるなんで。あ、なるほどなるほど。なるほどなるほど。少ない順ですもんね。えー、
一番見ておもんなさそうからやつやってみる。おふざけんなよ。そうなるよな、ちょっとな。さ、すなに準備ちょっと。俺が一生懸命撮った動画ケチつけやがって、このは。はい、これで僕言っても全部点数もらいます。あります。俺はもうこれだよね。1位確定です。はい、いいっすよ。OK! じゃあ答えをどうぞ。せーの。はい、はい。はい、1,3,2,4,5 です。 1,3,2… おー、なるほど、うん、俺でね、はい、違うわ。 3,5,4,1,2 少ない順だもんね。うん、うん、そうか、これあれだ、昨日までですもんね。うん、古い動画の方が。そうか、僕 3,1,5,2,4 です。え、4の動画が一番伸びてるってこと？だから4って新年なんだよな。俺は夏休みが伸びてると思いました。いや、俺は花と空のキャンプの気がしたけど。そう、一番年だ多分。 俺の予想していい？はい、一番伸びてないのが4番。ええ、マジで？新年で、2番目が、1番終わった。で、PC 結構後からグーンって伸びた気がする。え、マジっすか？これマジで多分で、4,1,3,5,2 とかだと思う、俺の予想ね。うわ、全部外れた。古い順、これやばいね。うん、俺全部外れた。ちょっと一回見てみて。はい、古い順変わるだ。ほら、4、正解発表。40万再生。はい、4、2。え、これもこんな、こんなけど、ラーメン。ラーメンすげえ。ラーメンすげえ。おー、でもまあまあ、1個上がったかな。うわ、そっかそっか。1個も当たってない。4、2、1、3、5。4、2、1、3、はい、鬼は全滅。俺も全滅。全滅だね。俺は全滅だ。ハンジョ一番伸びてるやつは分かってるね。夏休みは絶対に伸びてると思う。おー、なるほど。そうだ、ハンジョ1ポイント。え、逆にこれ分かんないの引くわ。これお前1問しか当てねえじゃん。俺1問なんだけど、伸びてない順とかあれだけど、伸びてる動画分かるでしょ。あの、花と空の可愛い顔でなんでクリックしないの。いや、もうあのうんこちゃん動物狙いだから、これ。だから動物使って再生ストーリーっていうか、そういうのは別に俺ら見たくないの。必要だよ。この後俺犬の動画撮る予定だから。あげに行くなってねえかよ。ででん、ででん、11問目。え、あ、わかる。あ、これか。あ、わかる、俺わかる。いや、俺もわかる、俺もわかる。バカ、お前わかんないよな。わかる。はい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 。本名初公開時、二択まで絞られた際の偽の本名を答えなさい。わかる、俺わかる。これね、俺余裕でわかる。これも、俺新参者なんだけど、こういうのちゃんとチェック。いや、待って、でも漢字がわからん。多分、え、これ難しいよ。下は簡単っす。いや、みんなこれね、勘違いしてると思う。え、嘘、これ簡単っす。いや、これクソ簡単っす。いや、嘘、いや、わかんない。俺ら舐めてます。楽勝っす、これ、正直。いや、これは余裕っす。これわかんない方がおかしいっす。え、ちょっと待って、やばい。え、だってこれ52って何パーじゃなかった？ほら。これね、そう、下の名前はね、これもう一個なんだよ。これは間違えちゃいけない、マジで。これはマジで、はい、いや、俺いきます、いきます。 OK、 じゃあ、はい、答えを、はい、いきます。これもこれしかない。はい、いきます。せーの、はい、長谷川純。え、加藤純、加藤純次、前田純一。いや、もうこれ長谷川、すごい。お前、これはそうだ、これ長谷川純だ。俺はこれリアタイしてたのから。これ長谷川純一じゃなかったっけ。いや、違う。え、俺純、お前前田純次だろ。いや、純一、純一。これね、1つかねえ。お前、これ1絶対つかねえから。いや、すげえ繁盛それ。じゃあ正解は、お前、これ1絶対つかねえ。純だっけ。結果します。52.7% の人間が加藤純一と、うん、で、長谷川純一、47.7%。 いや、すごい、関純だ。お前、これすごい。もうこれ分かんないとダメだよ。いや、前田のこと入ったはず。いや、俺分かんなかった、これ。俺は、こういう知識をひけらかさないで、もう、うちに持ってた。すごいだよ、もう。何年間もこの時のために話してたんだよ、俺は。俺、恥ずかしいわ、加藤純次って。あまりにも安易すぎる。いや、これはね、俺が本物だよ。いやいやいや、繁盛すごい。俺は繁盛、これはすごい、マジですごい。これは偶然で繁盛、これ。さあ、続いて12問目。はい、1いくぜ。あ、わかるわかるわかる。これ初の、あれっすね。何？はい、オッケー。え、はいはい、全然わからん、正直。何に驚いてるか。ああ、はい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 。お、全部わかる、全部わかる、もう全部わかる。なんかお前が答えてる問題、新しい問題ばっかなんだよな。あ、また加藤さんそういう風に言って。そういう風に言って。なんじゃ、昔のやつだよ。じゃあお前、前田もあったんですか。ここ一応前田ってお前、光の本名だからお前。おい、そっか。お前、マジで混ざってるんだよ。混ざってんじゃねえかよ。またもう、お前絶対使えよ、ここは。お前、前田光。
放送はやってきたから盛り返りできたからお前違う違うよくないよくないはいじゃあ、yes. はいせーの、はいはいはい、画面自分が映ってる X スプリットかなんかで投下して自分がそのコメントに映ってることに対して驚いてるなるほど初めて投下に成功 X スプリットお正解はもうこれです、はい、100% これですあ、こんな…俺を…うもうこれこうやってやってんだ俺そうっすおーいこれはみんなさすがになおれはよかったよかったあ、これかよかったなんだこれなんだよかったってなんだ俺だけかだなんか、いや、こんな簡単なやつなんだと思っていや、なんか長谷川純からこれ来たからびっくりした確かにねそう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 いや、これ…これでいいんだって感じだったいきなりハード下がったね。52.7% のアンケートからさ。いやそうびっくりしちゃった。実際当たってるかじゃ怪しいけどね。いやなんでなんでなんで当たってたやつ。残り3問。はい、残り3問。3問か。13問目。すげえ競ってるよ、はい。めちゃくちゃ競ってる。さあ来い。はい、おお。わかった。わかるこれ。わかる。俺もわかるこれ。ナイスナイスナイス。はい。はい。OK です。はい。じゃあ、答えをどうぞはい、せーのはい、はい、VR の顔認証をするとき VR 設定 VR の顔認証はい3人とも一緒じゃあ答えはあなたがカメラの中央に映るよりカメラの顔が小さいは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 いこれドアの奥まで行くやつだこれ難しかったこれこれはもう名シーンですねなるほど編集が完璧やんこれ、はいね、VR の設定をしていた時の顔でした、はい、やばいなやばいちょっと点差つけらんないなこれこれ拮抗してますよ拮抗してるねマジでさあ残り2問はい 52.7% かな半数取ってるからなはいはい、A 一緒ですいや、ほんとにいやもう今や YouTube のアイコンとして見慣れた画像ですがいつの加藤純一か答えなさい一瞬です。ね、いやこれ、あもうこれむずくないこれ。これね意外とねなんかあれだったんだよな、後だったんだよな。あでもそうかいつの使い始めあこれむずいね。そうこれいつのわかんないわ。そうかそうか。確かこっちなんです。はい、オッケーです。はい、はい、いけます。これはいいんじゃない？せーの、はい。2015、2014。うわあそっちかーどっちだったの16多分俺14多分15はここは繁盛に間違えてほしいところそれも10あると思う2014って俺顔出ししてなくないで16か迷ったんですこれこれでその時16か迷ったのに14っておかしくないお前15なのならいや俺まだ顔出ししてねえよ俺16ですいや14 いや2014はしてなかったはずだけどな16なんだよただでお前分かんない俺の勝ちやで16でやってたら答え見てるよ加藤さんが間違えてる答え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 いやいつのだから俺16で使い始めてそうあからこの時なんだでねこのいつもだから14で14静かにしてあこの時あうわぁなんかうんこちゃんやっぱ繁盛だけだないやこれ1個エピソード言っていいっすか2015年7月17日じゃないですか、うん、俺2015年7月21日に初めて生放送したんですよあ、そうなんだそれを見てメイキングストーリー俺これやっぱ持ってんなと思ってうん、あ、だからこれ2015年俺が忘れるわけねえだろお前でもさ2014年って言った時そっちかって言ってたえ、これ次最後ですかこれ次っす次最後じゃあ最後5ポイントでいいんじゃないですか次はじゃあ3ポイントよしおーしなるほどいいでしょう次取ったら3ポイントはいお願いしますさあ来いさあラストはラスト来いさあ来いおまた当たるよまた当たるかよはいうわはいはいかきおーここはもうお品間繁盛と来てかっ3ポイントこれで OK ですなるほど OK 決めましたはい行きますはい行くよせーのはいオニアオニアえオニアじゃあ正解発表しますはいこれでもちょっと正解発表した後になんでっていう理由も言うねはい言いますせーのじゃあこちらいやーこれはそうなんだよやっぱ面白いもんねじゃあだいたいこれね生放送が面白いとか動画が面白いっていうのはマジで個人の感性だからあのあれだけどもうあのこれピーって入れてほしいんだけどオニアしてるんだよ
そう、生き様が面白い。ピーって入れればもうちょっとそうですね、生き様がやっぱ面白い。反応できねえ。だって今日飯食ってただけでうんこちゃんオニアの配信動画見たことないって。だからやっぱお前が俺言っただけ面白いんだよ。それがやっぱ、なんか趣があるというか、人としてやっぱおもろいなっていう。まあそうですね、終わった大事、大事なところ。この3ポイント、うんこちゃん。さあ、ということで、はい、結果は発表してください。はい、2位が2人います。おお、オニアさん、吉永さん。お、え、お前2位なの？正解したの。まず1点差、正解しちゃったから1点差じゃない。あ、そっかそっかそっか。1位、1位繁盛さん、13ポイント。 OK、 やりました。いや、これはすごい繁盛。長谷川純を当てたらすごくない？すごい。だから俺も分かんなかった。でも俺は最初の町会議の共演した時しか俺はエモンですって言ってないからね。かっこいいね。あれ以来5年間温めてきたんだよ、5、6年間。うんこちゃん視聴者、うんこちゃん見たか。あんたの近くにいる男はあんたを一番よく知ってるんだよ。見とけよこれで。いや、いや、おもろかったわ。ね、いや、これね、ちょっ、なまあまあいいでしょう。いや、これちょっと僕不服ですね、とても。いや、これはね、しっかり負けたんだよ、お前は。ちょっともっと配信系の問題は欲しかったけどな。あえて配信系はね、覗いたんだよ。あ、そうなんすね。ちょっとだけパーソナルな部分の方がいいから。でも結構、みやこさんのモノマネとか配信じゃない？あ、まあまあ、そう。あんなの誰もわかる。まあ、でも誕生日分かった方がいいんじゃない？そうだね。さあ、ということで、はい、以上、加藤健一クイズでした。ありがとうございました。ハビロには金一封をじゃあ差し上げます。長谷川純と2cm、 いや、なってるけどな。お前 52.7% だぞ。てか、お前もう前田純一で俺も悪く言ってない。